氷川きよし活動再開後の初コンサートがワウワウで11月3日放送。配信来年1月まで3ヶ月連続特集も決定。歌手の氷川きよしさんが8月17日に東京ガーデンシアター東京都江東区で開催したコンサート、きよしヒカワプラスキーナ。25th anniversary コンサートツアーキーズナの模様が。 11月3日にワウワウで放送、配信されることが分かった。合わせて来年1月まで3ヶ月連続で氷川さんの特集を放送、配信することも決定した。2022年末の NHK 高歌合戦を最後に過活動を休していた氷川さんは、今年4月に活動再開を発表。8月からスタートしたツアー、清志ヒプラスキーナ。 25th アニバーサリーコンサートツアーキーズナの東京ガーデンシアターでのコンサートは活動再開後最初のステージとなったその後氷川さんはファン投票で選曲するベストアルバム氷川ワキヨリクエストベストを9月にリリースしたほか10月からは氷川ワキヨシ25周年記念劇場コンサートツアーも実施している清ヨシヒプラスキーナ 25th アニバーサリーコンサートツアーキーズナは11月3日午後7時からワウワウライブワウワウオンデマンドで放送配信されるまた12月7日午後1時15分から氷川ワキヨスペシャルコンサート二千1 9きよしこの夜ボリューム19と題して2019年12月12日に東京国際フォーラム東京都千代田区で開催された 年末恒例のスペシャルコンサート、きよしこの夜をワウワウライブ、ワウワウオンデマンドで放送、配信。来年1月には、2019年9月6日に大阪城ホール、大阪市中央区で開催された、氷川清きよしデビュー20周年記念コンサート、あなたがいるから、in 大阪城ホールを放送、配信する。